石丸伸二が自民党に対して放った痛烈な一言、知っていますか？今回の動画では、広島県安芸高田市の元市長、石丸伸二氏が波紋を呼んだ発言と、その後のネット上での反応を詳しく見ていきます。彼の少子化対策としての一夫多妻制や、遺伝子的に子供を生み出すという大胆な提案が、どのように批判され、炎上したのかを探ります。また、自民党の派閥パーティー収入不記載事件についての辛辣な意見も取り上げ、その発言がどのように議論を巻き起こしたのかを紹介します。石丸氏の発言が、どれほど視聴者やネットユーザーに衝撃を与えたのかを明らかにします。そして、彼の今後の政治活動や、自民党に入党する可能性についても注目が集まっています。この動画を通して、石丸氏の政治家としての姿勢や発言が、どのように評価されるかを見ていきましょう。最後までご視聴いただき、石丸氏の一連の発言がどのような影響を与えたのかを感じてください。それでは石丸伸二氏の登場と炎上について話しましょう。石丸伸二氏は、広島県安芸高田市の元市長であり、その名前は広く知られています。彼の知名度が急上昇したのは、東京都知事選挙に出馬した際です。石丸氏は、同選挙で連邦議員を抑えて第2位となり、160万票を獲得しました。この結果、彼はメディアでの注目を集め、様々なテレビ番組に出演するようになりました。石丸氏のメディア露出が増える中、彼は多くの視聴者とマスコミの注目を浴びる存在となりました。特に選挙特番でのインタビューや、ディベートでの発言が話題を呼びました。しかし、その一方で彼の発言や対応は、一部で批判的な評価も受けることとなりました。特に大きな波紋を呼んだのは、ある民放番組に出演した際の少子化対策に関する発言でした。石丸氏は、人口減少問題に対する解決策として、一夫多妻制の導入や遺伝子的に子供を生み出すことを提案しました。この発言は、番組内で大きな反響を呼び、他の出演者からも多くの批判を受けました。番組の司会者である黒吉明アナウンサーも、この提案に対して驚きを隠せない様子でした。石丸氏の提案は、現代の社会制度では実現が難しいとしつつも、100年から200年、日本では300年かかるかもしれないと述べました。彼は、少子化対策のために社会が変わるまでの期間を見据え、少しでも人口減少のペースを緩やかにすることが重要だと強調しました。この発言は、視聴者やネットユーザーの間で大きな議論を呼びました。石丸氏が少子化対策について述べた内容は、既存の枠組みを超えた大胆な提案であったため、ネット上で炎上することとなりました。彼の発言は、多くの視聴者に衝撃を与え、様々な意見が飛び交う結果となりました。特に、人口減少問題に対する具体的な対策が期待されていた中でのこの発言は、賛否両論を巻き起こしました。石丸氏の提案が注目を集めた背景には、彼が4年間市長を務めた広島県安芸高田市での、少子化対策の実績があまり見られなかったことも一因とされています。このため、彼の発言が現実的な解決策として受け入れられるかどうかには疑問が残りました。このように、石丸伸二氏の少子化対策に関する発言は、彼の政治家としての評価に大きな影響を与える出来事となりました。その結果、彼のメディア露出はさらに増え、彼の発言が今後どのように評価されるかが注目されることとなりました。次は石丸伸二氏の少子化対策としての大胆な提案についてです。石丸氏がある民放番組に出演した際、少子化対策について自身の考えを述べました。石丸氏は、人口減少問題に対する解決策として、一夫多妻制の導入や、遺伝子的に子供を生み出すといったアイデアを提案しました。この発言は番組内で大きな反響を呼び、他の出演者からも多くの反応がありました。石丸氏が提案した一夫多妻制は、現在の社会規範では受け入れられにくいものです。彼は、先進国が人口減少を克服できていない現状を指摘し、従来の方法では問題解決が難しいと主張しました。また、遺伝子的に子供を生み出すという提案についても、
石丸氏は大胆な発言を繰り返しました。彼は社会が変わるのに100年から200年、日本では300年かかるかもしれないと述べ、その間に少しでも人口減少のペースを緩やかにすることが重要だと強調しました。番組の司会者である黒吉明アナウンサーもこの提案に対して驚きを隠せない様子でした。石丸氏の提案は現実的には難しいとしながらも、その斬新な発想に驚きを持った様子がうかがえました。しかし他の出演者からは批判的な意見も多く寄せられました。彼らは現実的な対策として受け入れられるかどうかについて疑問を呈しました。石丸氏の提案が注目を集めた背景には、彼が4年間市長を務めた広島県安芸高田市での少子化対策の実績があまり見られなかったことが影響していると言えます。彼の発言が現実的な解決策として受け入れられるかどうかには疑問が残り、視聴者やネットユーザーの間で大きな議論を呼びました。番組内では他の出演者からも多くの質問が寄せられました。例えば田島陽子氏からは、具体的にどういうことを考えているのかと質問されました。これに対して石丸氏は、現在の社会の規範では難しいが、一夫多妻制や遺伝子的に子供を生み出すことを考えていると答えました。この回答に対して田島氏は、それでは解決にならないと批判的な意見を述べました。石丸氏の提案に対する批判は番組内に止まらず、ネット上でも多くの意見が飛び交いました。視聴者からは、現実的ではない、具体的な解決策がないといった批判が多く寄せられました。また石丸氏の少子化対策についての提案が実際に効果を持つかどうかについても多くの疑問が呈されました。このように石丸伸二氏の少子化対策に関する発言は、彼の政治家としての評価に大きな影響を与える出来事となりました。その結果、彼のメディア露出はさらに増え、彼の発言が今後どのように評価されるかが注目されることとなりました。次は石丸伸二氏の自民党への批判と政党加入の意欲についてです。2024年7月14日、石丸氏はあるテレビ番組に出演し、自民党の派閥パーティー収入不記載事件についてコメントしました。彼は、自民党がこの問題をなかったことにしようとしていることに対しダメだと述べ、その対応に対して強い疑問を投げかけました。また石丸氏は、自民党が終わっているとまで言及し、党の現状に対する批判を展開しました。さらに石丸氏は、自民党に対してどう変えていくべきかを問われた際に、私をトップに据えてくれるなら自民党に入ってもいいと発言しました。これは自民党内での派閥争いや収入不記載問題などの不祥事が続く中で、石丸氏が自らのリーダーシップを示し、党を改革したいという意欲を表明したものでした。しかし、この発言に対しては番組内でも驚きの声が上がり、実現可能性についての疑問も投げかけられました。石丸氏の発言はネット上でも大きな話題となり、多くの意見が寄せられました。自民党内の現状に対する厳しい批判が多く見られる一方で、石丸氏のリーダーシップに対する期待感も一定数ありました。彼の発言は、政治家としての彼の立場や視点を鮮明にするものであり、多くの視聴者に強い印象を与えました。また、石丸氏が同日に別の番組にも出演していたことも話題となりました。その番組では、自民党に対する批判だけでなく、彼自身の政治的ビジョンや目指すべき改革についても語りました。石丸氏は、自民党がもっとよくできるはずだと強調し、党の現状に対する不満を明らかにしました。石丸氏のこれらの発言は、彼の政治家としての信念やビジョンを示すものであり、視聴者やネットユーザーに強いインパクトを与えました。彼が自民党に対して抱く厳しい視線や、改革への強い意欲は、多くの議論を呼び起こしました。視聴者からは、本当に石丸氏が自民党に入ることができるのか、彼のリーダーシップが党内で通用するのか、といった疑問や期待が寄せられました。石丸氏の発言が放送された後、彼の政治的な立場や今後の動向についても多くの関心が集まりました。彼の発言が示唆するように、彼が自民党に入党しリーダーシップを発揮する可能性について多くの視聴者が注目しています。このように
石丸伸二氏の自民党への批判と政党加入の意欲に関する発言は多くの議論と関心を呼び起こし、彼の政治家としての評価に大きな影響を与えました。最後は石丸伸二氏の発言に対するネットの反応と今後の展望についてです。石丸氏の少子化対策や自民党への批判といった発言は放送後インターネット上で大きな議論を巻き起こしました。多くの視聴者やネットユーザーが彼の発言に対して様々な意見を寄せました。特に少子化対策としての一夫多妻制や遺伝子的に子供を生み出すという提案に対しては多くの批判が寄せられました。ネット上では現実的ではない倫理的に問題があるといった意見が飛び交い、石丸氏の提案がどれほど非現実的であるかが議論されました。また彼の発言が炎上した背景には、彼が広島県安芸高田市長として具体的な少子化対策を言っていなかったという過去も影響しています。このため彼の発言が信頼性を欠くものとして受け取られた部分もありました。一方で石丸氏の自民党に対する批判についても多くの反応が見られました。自民党の派閥パーティー収入不記載事件に対する厳しい批判や、自身をトップに据えるなら自民党に入党するといった発言はネットユーザーの間で大きな話題となりました。支持者からは彼の率直な意見や改革への意欲に対する支持の声もありましたが、批判的な意見も少なくありませんでした。特に本当に自民党に変革をもたらすことができるのかという疑問が多く寄せられました。石丸氏の発言がネット上で炎上する中、彼の今後の動向にも注目が集まりました。彼が今後どのような政治活動を行うのか、また自民党に入党する可能性があるのかについて多くの関心が寄せられました。彼の発言は単なるパフォーマンスではなく、実際に行動に移すことができるのかどうかが問われています。また石丸氏の発言に対するネット上の反応には様々な視点からの意見が含まれていました。一部のユーザーは彼の少子化対策の提案を過激すぎると評価し、一方で新しい視点を提供すると評価する意見もありました。また自民党に対する批判については、党の現状に対する厳しい指摘として受け取るユーザーも多く、石丸氏のリーダーシップに期待する声も少なからず存在しました。このように石丸伸二氏の発言は多くの議論を呼び起こし、彼の政治家としての評価に大きな影響を与えました。今後彼がどのような行動を取るのか、多くの視聴者やネットユーザーが注目しています。彼の発言が実現可能なものであるかどうか、そして彼が本当に自民党に改革をもたらすことができるのか、今後の展開が注目されています。石丸伸二氏の発言が波紋を呼んだ今回の動画、いかがでしたでしょうか。少子化対策としての一夫多妻制や遺伝子的に子供を生み出すという提案がどれほどの反響を巻き起こしたかを見ていただきました。また自民党に対する辛辣な批判と、トップに据えられるなら加入するといった意欲的な発言も多くの視聴者に衝撃を与えました。この動画を通じて石丸氏がどのような視点で現代社会の問題に取り組んでいるのか、その一端を垣間見ることができたのではないでしょうか。彼の発言が議論を巻き起こす一方で、ネット上での多様な意見も紹介しました。視聴者の皆さんは石丸氏の発言についてどのように感じましたか。ぜひコメント欄であなたの意見を聞かせてください。石丸氏の少子化対策の提案は現実的だと思いますか。それとも彼の自民党に対する批判や改革案に共感する部分がありましたか。皆さんのご意見をお待ちしています。そして今後の動画ではさらに多くの政治家や社会問題に関する話題を取り上げていきます。興味深いテーマや知りたい内容がありましたら、ぜひコメントで教えてください。皆さんのフィードバックが私たちの動画作りにとって非常に重要です。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でも皆さんと一緒に興味深いテーマを探求していきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価を忘れずにお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。